皆さん、おはこんばんちは。ポリプおじさんです。今日は、アクアリウムじゃなくて、ウサギ会だよ。実はポリプおじさん、ポリプテルス以外にウサギも飼ってるって知ってたけ。ちょうど今写っている写真が、今から1年前にペットショップでうちのウサギ、ハロちゃんと出会った時の写真だよ。まだこの時は、生後2ヶ月の赤ちゃんウサギだったよ。かわいいね。そんな、ハロちゃんもお迎えから、もう少しで1年を迎えようとしています。ハロちゃん、こんなに大きくなりました。別の意味でも少し大きくなってしまって、飼い主にのメタボ体型になりつつある。という、噂も聞こえてきます。ハロちゃんは、正式な誕生日はわからないのですが、ペットショップの表記では10月生まれと書いてありましたので、先月で1歳になりました。ガサがあるがなんとなく、10月14日がいいね。と言ったから、10月14日は暫定ハロの誕生日。先ほど、映りました、カリカリ食べれる野菜スティックみたいなやつは、ガサガールがハロの誕生日プレゼントと言って、自分のお小遣いでハロに買ってあげました。ところが、どっこい、ハロは普段、ポリプおじさんに甘やかされて、ペレットだけではなく、生意気にも野菜グラノーラ的なものを食べさせてもらっているので、生意気にもガサガールの野菜スティックには、見向きもしませんでした。ガサガールはとっても残念そうに、ガチションボリチンデンマルでした。ちなみに、今映っている映像ですが、なぜかポリプおじさんがあげると普通に食べてました。やはり、これは普段お世話をしているポリプおじさんには全幅の信頼を寄せているということでしょうね。どやー。今、開封しているのが、普段メインでハロに与えている野菜グラノーラです。野菜グラノーラとペレットがミックスされたものですね。ハロはこれが大好きで、袋の音がガサガサっとしただけで、空前絶後のハイテンションウサギになっちゃいます。いつも、これをお皿に入れようとしている段階で、ハロは興奮しすぎて決まってしまうので、大変です。いつか噛みつかれそうで、ポリプおじさんちょっと怖いです。これは、野菜グラノーラを一心不乱に、ただひたすら食べ続けるハロの後ろ姿です。あ、どっか行っちゃいましたね。ここからは普段、ポリプ家で行われているハロのおさわりタイムです。ハロは絶対抱っこはさせてくれないのですが、なぜかなでなでしてくれと猛烈アピールしてくる時があります。ハロは、爪切りをしようと何度も捕まえようとしたのがトラウマになっているのか、両手で捕まえようとすると逃げます。超必死で逃げようとします。片手だと、自分の方から、ポリプおじさんをツンツンして、なでろやゴラーと、最速かまして、来上がります。かわいいですよね。ハロのいる部屋は、水槽もあるので、エアコン管理で25度に設定しているのですが、やはり少し最近寒くなってきたからなのか、冬の毛に生え変わっているようで、抜け毛がすごいです。ハロを飼い出してから分かったことなのですが、ポリプおじさん、どうやらウサギの毛かダニに反応しているみたいで、時々ジンマシンが出ます。結構、これがちな話です。